ちょっと失礼な言い方になっちゃうかもしれないですけど、たまに何もしてない時あるじゃないですか。失礼だな。その時にやっぱり葛藤もあったんじゃないですか、酒井さん、そのキョンみたいなさっきの。はい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 。ただ後輩と飲みて何とかするっていうのはやっぱりやり方として。聞いてくれる。聞いてくれるからやっぱり。はあはあ、ラジオっていうとんでもない武器があったりとかね。そうだよね。そうそう、常に感じるもんね。静岡のね。あれなんで単純に酒井さんってなんでラジオの時だけ生き生きするんですか。ちょっと待って。おい二級だぞ。こだわりも入れるじゃん。二級はダメなんだよ。二級。愛情だな。二級続けるのダメ。